企業で行われている商品開発の各手順を何回もこう体験するカリキュラムを持っております。学生が新たな商品を提案するような演習を実施するときに 3D プリンターを使ってこのクオリティが高い造形物として出した方がより説得力が増すかなと、それからまあ教育効果も高いかなということが予想されます。まあ、こういう理由から造形デザイン学科の教育に 3D プリンターを導入することに決めました。最高のものづくりができるものを導入したいというふうに考えておりました。最も優先度が高かったのが、まず着色できること、質感がしっかりした造形物が出力できることでした。プロジェクト X60 シリーズはですね、フルカラーで造形できるということ、質感がしっかりした石膏が材料であるということでした。また大学の一般教室で使うために静かであること、それから特に空間を区切らなくても良いことというのも求めました。今回入ったものは非常に高精度にできる、それから色がつけられるっていうところが大きな特徴ですね。いろんなものを作ろうという時にやはり発想の幅が広がるといいますか、例えば自分でコップを作ったりだとか、スマホのケースを作ったりだとか、持っている人自身がクリエイターになるような時代が来ればいいかなと思います。実際に残ってないですし、裏側からの写真は一個の方向からとかしかなくて、うまく組み合わせながら本物に近い形にしていくっていうのがとっても大変でした。書道学科っていう学科がありますけど、これは中国の古代文字であるとかですね、そういったものを研究している学科なんですが、今から1800年前の宮殿の建物のなんか材料をですね保存してるんですね。で、卓を取るために外に出したいけど重くて出せないということで悩んでたんだそうですが、そのレプリカを作って、で実際に学会に持って行ってもらったら、それが大反響を起こすというようなことも起こりました。従来を使ってたような製品開発であるとかエンジニアリングの分野以外でもですね、かなりその用途は広がるんじゃないかと思います。カメラや 2D プリンターの世界での知名度っていうのは、あるいは信頼度っていうのは非常に抜群です。で、そうであれば 3D プリンターを導入する時もですね、キャノン様であれば安心かなという思いがありました。サポート体制が充実していて、何か問題があった時にも素早く対応していただけるということ、こういうことがですね、大学の一般教室でものづくりをするという時に非常に重要かなと考えまして、プロジェクト X60 シリーズを導入を決めさせていただいたということです。